とっても簡単、しらすと明太子のカルボナーラ。オリーブオイルでニンニクを炒めて、しらすを軽く炒めたら、白ワインを入れて、アルコールが飛んだら、ゆで汁少々と明太子、火を止めて、チーズをたっぷり入れましょう。麺をあえたら、卵黄を2つ、弱火でささっと混ぜたら、はい、完成。仕上げにブラックペッパーと海苔を加えて、出来上がり。